どうもろです。はい、坂井山です。さて、サモソ追悼企画、最後かな、これが。最後だね。いやー、日もだいぶ出てきましたね。うん、今回は私がスパイラルトロイメア、こいつを使います。俺はまやかしです。そう、やっぱりなんだろう、サモンソーサレスって言ったらエクストラリンクっていうのが俺の中であるので、はい、やっぱそれを使ってからじゃないと締めらんねえなって、ね。なるほどね。はい、行きましょう。最初はグー、ジャケっぽい。先。決まったんじゃね、これ。マジで。マジで。あ、俺すごくなってる。召喚。はい。効果。なあ。エレキから墓地にモンスターカード送りたい。にゃ。バル墓地。はい。このカット、ハイパー重要。このカットで、エクストラリンクできるかどうかが決まる。うん。バルブ効果、なんかある？ない。ねえ。これほんと沈まないんだ。リンク。特殊なんかある？ないよ。効果。エレキから特殊召喚するよ、中だ。なんかある？ないよ。リンク。サモソ今日の主役効果、なんかあれないです。ウリス来て特殊化ないです。あれないです。ないです。じゃあデッドシンクロ行ったやつ使ってリンク召喚だっけ。うん、何の話か。サモソされた効果対象アニマ。いやー、アニマが出たことによってスパイラルがこういう風にエクストラリンクがねできるようになって、ジーニアスが引っかかってもなんつうかな、その選択肢っていうのが出てきたからです。なるほど。ゴブリ。じゃあチェインチ、チェインえい、まあ、チェインチのコストエテフラにいきます。自分で行くから H L M これさ N U V OK C NO リンクシンクリンクリンクシンクリンク召喚ファイアボールドラゴンなんかある？リクレット対象はグレスなんかある？NO あるないない特殊召喚。じゃあグレス効果自分で行くからサーチします。スパイラルミッションサーチする。サーチ救出サーチ5に1回でリンク召喚出てくるのはマメイなんかある？マメイド効果手札のカード1枚切って自分でからトロイミアモンスター特殊化する。なんだってこちら側にマーカーが向いてないじゃないですか。トロイミアイブリス特殊化。その後、このカード相互リンク状態でワンドローすることができます。一カットお願いします。はーい。じゃあワンドローします。どう、スパイラルリゾートアッソリゾート効果自分でからモンスターサーチ自分でからスパイラルサーチ。オッケー。私は急にスパイラルダンディ加えます。ダンディダンディダウンで。そしたらこことこでリンク召喚します。出てくるのはトロイメアゴブリン。チェインチイブリースの墓地に送られた時の能力。チェーンにファイアウォールドラゴンのリンク先のモンスターが墓地に送られた時の能力。チェーンさん、ファイアウォールドラゴンの相互リンクの数だけは墓地のモンスターを手札に回収する能力を発動します。いや、まずチェーンさんの対象はこの2枚ね。 OK。 いや、じゃあ3処理から2枚回収してファイアウォールの効果で回収したジニアの特殊召喚。1処理でイブリースを相手の能力特殊召喚。で今出したジニアスモードで自分のデッキからスパイラルギアを探します。OK？ あと5分か。そしたら、スパイラルジニアス一体リリースしてリンク召喚にクリボー。そしたら、ファイアウォールドラゴンのリンク先を知ったんで、ファイアウォールド効果でドローン。ドロー効果、相手のデッキトップ3枚を俺が確認して、それを、好きな順番に入れ替えることができます。デッキトップはここでリンク召喚。トレミフェイクス。ファイアウォールドラゴンの能力、グレース特殊。グレースの起動効果なんかある？ないです。ミッション救出サーチ。ミッション救出。ミッション救出。そしたら、私の墓地に存在する、スパイラルミッション救出能力使います。ジーニアスを補正したいな。ダメです。はい、ちょっと正。じゃあ、ジーニアス効果。ガン虫。ダメです。自分のデッキから、スパイラルギアラストリゾートサーチします。あら。リンク召喚。ここでリンク2っすね。スパイラルザ・ダブルヘリックス。なんだって？ファイアボールドラゴンの能力使います。スパイラルギアドローンを特殊化。わかる？ない。そしたら、ダンディ効果。デッキトップを確認して、デッキ、俺が言い当てたら、こいつが出てくる。モンスター。デリン。はい。じゃあ特殊化します。そしたら、ダブルヘックス効果、はい。言い当てて当たったら自分のデッキか墓地から好きなスパイラルを探していきます。モンスター。デリン。はい。ためる。ためのいい意味。これが重要なんですね。おう、ワイベ。ワイベ。ハウガワッケ。いや、ホットドッグ2枚、割、ホットドッグさっき言ってたじゃねえか。ケロベラス、わかる？ない。ジーニアス効果使います。自分の場にスパイラルダンディがいるならば、手札のカード1枚切って蘇生します。OK？ ないです。特殊召喚効果、自分でから好きなスパイラルギアカードを持ってくることができます。ここで持ってくるスパイラルギアカードは、スパイラルギアラストリゾート。そしたら、この、ここどこでリンク召喚。自身の能力で出てきたこいつはゲームから除外されます。トロイミアユニコーン。そしたら、自分の墓地に存在する、救出効果、対象こいつ、蘇生したい。どうぞ。そして、じゃあ、ファイアウォールとダブルヘックスを使って、リンク召喚。出てくるのは、トライゲートギザー。そしたら、最後、自分の墓地に存在する、イブリース、ドローン、ビッグレッド。この3枚をゲームから除外して、
スパイラルボルテックスを、特殊化。どうぞ。手札からラストリゾートをボルテックスに装備して、カードを1枚捨てて単勝します。はーい。はい。さて、反撃開始だ、ドローフェイス。はい。俺にはターンエンドという手段がある。いや、ブラックホールとかないの？ねえよ。他にないんですか？ねえよ。エフェクトベーラーしか持ってねえ。じゃあ私のターン、ドローフェイズなんですが、トロイメアニコンは相互リンクされているトロイメアの数だけドローフェイズにドローすることができます、うん、で今相互リンクされているトロイメアが 1,2,3,4,5 万で通常ドロー5枚できます。何それ。じゃあ私に行きます。ドローフェイズ5枚ドロー杖手札何枚かって手札今7枚です。すごいすごい。じゃあしゃあないな。トラゲットビザどこか大丈夫、除外します。除外してください。バトルフェイズ入ります。はい。まずはトロイメアケロベロスでアタック1600。うわー。マーメイドでアタック1000。うわー。トライゲートウィザードでアタック2200。うわー。ゴブリンでアタック1300。うわー。めっちゃ引いててきたぞ。で、あ、ユニコーンでアタック、なんかある？ない。ありがとうございました。ボルテックス決めなかったの。何？あのさー、うん、違うじゃん。何か？ちょっと違うじゃん。サモン操作ですね。ほら、ちょうどね。最後だからってさ、やっていくことと悪いことかんじゃん。やっぱエクストラリンクでしょ。辛いわ。何？辛いわ、イブリースまで出されると辛いわ。で、どうすんの？先行取る。マジ？うん、俺から先行奪うと。なんてこった。なんてこった。なんてこった。化け物召喚。はい。化け物効果。はい。自分をリリースして。セオリドリ、ユンゾミ。はい。ユニゾンビ効果。はい。レベル1個上げ。対象は？対象は、水木。おかしくない？対象ユニゾンビ。ユニゾンビ。で、敵から水木送って。敵から水木落として。1個上げるだろう。1個上げる。はい。カプキー。触んないってことも。わかんない。わかんない。はい。出た。はい。水木効果。はい。対象は？対象はこいつ。いいよ。召喚。はい。で、88。88なんて44。44だ。44だ。1に。艦長な感じな。あ、現れる。はい。オメガ。オメガ。はい。オメガドライブ。オメガドライブ。1枚捨てて、うん。ターンエンド。ドロー。スタバイメイン。うん、ジーニアスを召喚。なんかね。ないです。召喚時、自分で行ったらスパイラルギアカード刺す。オッケー。スパイラルギアビックレットぐらいしかないけど。じゃあ、ロガがないぞ。うちに好きなモンスター来る？勝負行く？バルブ。なんかある。バルブ落とすの嫌なもの。なんだ。じゃあバルブの能力使いたいな。じゃあバルブの効果発動しよう。はい。発動。わないわー、マジないわー。まずジーニアス行ったっけ。インク召喚。インクリボン。なんかあれ？ない。ビックレット。対象はジーニアス。蘇生したい。どうぞ。蘇生。効果、サーチしたい。なんかあれ？ない。ラストリゾータッチ。そしたら、この2枚でリンク召喚。ケルベロス。じゃあ、ケロベロスの効果。コストを1枚切って、破壊したい。何かありますか？じゃあ、逃げ。はい。てか、思いっきりさ、目付き戻すの忘れてない？忘れてません？忘れてドローン弾いた。それはひどい。ケロベロス1体を使ってリンクしようか。どうぞ。マーメイド、なんかね。いない。じゃあ、マーメイドの効果。あと、手札コスト切って、1から、イブリース。イブリス特殊召喚したいの。なんかあるこれ出して。できたら？できたら。ない。ない。2チェーンして、ミッションクエストの効果を使います。除外して、墓地に存在するプレースを蘇生したいな。OK。いやー、マジか。ダメだよ。エンドビーツ。ドロフェイス。お前さ、思いっきりあれだ、オメガの効果使わせるの痛くないか？オメガ戻ってきて。あ、はい。あ、それ、あ、これか、はい。あれもしはい。効果。はい。リリースして、ユニゾンビ。はい。ユニゾンビ効果。はい。対象は。対象ユニゾンビ。はい。85。1。はい。水木、墓地にでは動けてたよ。そうだなぁ。じゃあ、バトル、アタック。1300。300ダメージね。エンド。ドロッ。実演召喚だ。あ、じゃあ、メンフィズ。メンフィズ。あ、バス。あ、スタメン、対象は。こっち。召喚、なんかある？ない。イン召喚。パリファイブはなんかある？ない。チェーン1、チェーン2、なんかある？チェーン3。はい、じゃあいいよ。どうしようか。またどうぞ。さて、俺どうするかね。こっから何も気にせずぶん回すか。ぶん回しちゃえ、ぶん回しちゃえ。ぶん回して相手の敵切りを狙うか。そうだ。正気ですか？うん。それいこう、それいこう。それやってまかり通るデッキじゃねえんだなぁ。まかり通っちゃう。ダメでしょ。そのセリフなら惑わされるんですよね。ダメでしょ、まかり通っちゃうから。そもそもなんかね。
デッドシンクロなんかあれ？どっちだろう？デッドシンクロ。なしない。デッドシンクロ。あ、どっちからどっちするか。どっちだろう？バードル。うん、あれ、あれって。あ、死んだ。きつだ。メインツー飛んでるのが。バードフェイス。はい。これ、バードフェイス。はい。はい、いいよ。2400円。アタック。え、今のが1400円。じゃあ、主役が。イメージ機効果。除外して。ファッション召喚。はーい。ファッション効果。はい。あー、めちゃくちゃな動き始まった。はい。ダッキーとハッシュンで進化を召喚。はい。レベル3。はい。ハジュンだっけ？誘発多いなぁ。さっきはね、たまたま引いてなかっただけなのか。そう、おぼろ車。はい。で、おぼろ車出たんで。ダッキーと、はい。ダッキーと召喚。はい、どうぞ。ダッキーとおぼろ車で。はい。進化を召喚。はい。土雲。土雲はだからダッキーとか。出たんで、ダッキーとかテク召喚。はい。土雲とダッキーで進化を召喚。はい。あれは天狗。天狗。で、天狗とダッキー。天狗出たんでダッキー召喚。ダッキーと天狗で召喚、うん、ああ進化召喚、はい、あらあれヨーコ、はい、ヨーコとヨーコでたんだダッキー召喚、はい、ダッキーとヨーコでリン進化召喚、はい、あらあれよカシャドクロ、はい、カシャドクロでたんでダッキー召喚、はい、ダッキーとカシャドクロでリンク召喚、はい、あらあれよ雪女でダッキーはダッキー召喚これかちょっとターンエンドドロハマフェイスじゃあ効果大丈夫効果上がるないマスティ切ってそれははいバトルダッキーにアタックしたいあ、死んだそしよう、あー、終了かななんかあれじゃあ、オメガこうはい1枚だけな、2枚取ってかないねはいどうぞじゃあ俺のターン、ドロースタバヒですスタバヒですでは、PC まで来ててはいバトルはい勉強になったあー、もらうしかないオメガ出たり2800はいエンド。エンド、それは面白い。もう、ドロー。あー、厳しいけど、やるしかない、やるしかない、行くっきゃない、やるっきゃない、ドローン召喚なんかある。うん、ちょっと待って。ドローン、うん、どいつ作れるか。召喚成功時、相手のデッキトップ3枚確認し、俺が好きな順に並び替えていこうかな。いいわけねえぞ。マジでいいね、すかせん。3分の1で当てろ。いいよ、やったろか。こうか。モンスター。シャキターダンディーのシュで、ダンディーが特殊召喚したから効果後ろ破壊したい対象そいつ効果そうはい、手札切って対象は手札切って、手札切って手札切って対象は対象ヨーコはいヨーコが対象対象対象こっちやうーん対象かやれエンド。ドロフェイス。はい。くっそ。バド。はい。勉強なるバック。オメル。じゃあ、オメガ。もらいます。よーく。ありがとうございました。勝ったー。無理だよー。待って、見せて見せて見せて。俺頑張った。これだけだよ。まあそんな感じなんでね、まあサモソサですね、この短時間でガッて使いましたけど、やっぱりまあ効果自体は面白いし、いろんなデッキでの使う可能性はね、うん、タッチで入ったりする完全に使うことするので、ね、うん、まあなんか、なんつうかな、寂しいような、そうでもないような、いなくなったところで別にいっかって思うカードでもある節ではあるね、一部。まあ確かにな。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では、今回のご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ウロシャ！桜もしょ！バイバーイ！お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。